びしょ濡れ。今度入ってきた先生を見て、俺はしびれたね。ここで週1回ワープロを教えることになりました。でも本業はテクニカルライターといって、パソコンの本を書いています。本屋に行ったら私の本を売っています。なんて言うから度肝を抜かれた。俺は本を書く人を見るのは初めてだ。でもな、授業はダサいのさ。あまり先生らしくない。毎回プリントを持ってきて、今日はこれですと生徒にやらせながら、自分は教室の後ろの方で椅子に座ってぼんやり外を見ているんだ。時には机に突っ伏して寝ていることもある。先生、やる気ないんじゃねえの？と言ってやったら、大勢の前で喋るのは苦手なのよねと帰ってきた。そうは言っても、質問するやつがいれば即そいつのところへ行って、マンツーマンで親切丁寧に教えてくれるんだ。俺のクラスは男ばっかりだから、そういう先生は人気者で、密かに狙っているやつは多いと思う。ショートカットに茶のメッシュを入れていて、結構可愛いんだ。年はよくわからない。誰かが、先生結婚してるの？って尋ねたら、してるわよって答えた。相手はどんな人？普通のサラリーマンよ。そこで俺は、先生俺と不倫しようよって言ってやったら、バカねえと笑っていた。夏になるにつれ、肌の露出度がだんだん高くなってきて、先生が近づいてくると俺はドキドキしてしまう。教室にいるときに先生が俺の前に立っていて、後ろからギュッと抱きしめそうになった。いくらなんでもやばいぜ。さすがの俺も自分自身にビビっていたよ。授業をサボってお茶の水界隈でぶらついてたら、先生とばったり会った。昼までで授業は終わりなんだそうだ。先生、昼飯おごってくれよと言ったら、迷惑そうな顔をしていたけれど、俺は強引についていった。入ったのは中華屋だ。熱いラーメンをすすって鼻の頭が汗でいっぱいで、ふうふう言いながら食べているんだ。そういうところが何とも可愛かった。突然ピリピリピリッと電話が鳴った。先生のピッチが鳴っている。はい、そうです。では打ち合わせは6時半に。仕事の電話らしい。俺はそのピッチを取り上げて電話を鳴らした。そして先生の番号を俺のピッチの短縮ナンバーにしっかり記憶したさ。先生、夕方まで暇なんでしょ？遊びに行こうよ。暇なのは暇だけどね。後楽園へ行って一緒にジェットコースターに乗ったりシューターに乗ったりした。先生もキャーキャー言って喜んでいたと思う。わかんないけどさ。俺はこういう時には強引に引っ張り回すことにしている。相手がきっぱり嫌だと言わない限りはね。最後に東京ドーム前の階段に座ってソフトクリームを舐めた。なんかデートみたいだったわね。ありがとう。先生はそう言ってくれた。だから俺も嬉しかった。夏休みに入って先生とは会えない日が続いていた。電話をかけたかったけれど、俺はバイトで夏中忙しかったし、夜中に電話するのは迷惑なようで遠慮した。だから2学期が始まって嬉しかった。夏休みが終わって学校へ行くのが嬉しいなんて自慢じゃないが、これまで一度もなかったんだぜ。けれど先生にはなかなか会えない。時間割が変わって先生の授業がなくなってしまったんだ。コンピューターを教えてくれるのは偉そうなおっさんに変わってしまった。あの女の先生はどうしたんですって質問したら、1年生の担当になりましたとさ。何日か経って廊下でばったり先生に会った。先生が教えてくれなきゃつまんないよって訴えたら、しょうがないわよ
私が時間割り組むわけじゃないしね、と困った顔をしていた。その日は台風だった。外はだんだん雨模様になっている。先生、一緒に帰ろうぜ、俺傘がないんだよ、と先生を追っかけて学院を出た。先生、傘持ってないの？誰かから借りてきてくれよ、と俺が言うのに、先生は無視してどんどん行こうとする。おい、待ってくれよ。しばらく歩いて聖橋のあたりまで行くと、ひどい吹きぶりになった。先生、俺パンツまでびしょ濡れだよ、と訴えると、このくらいの雨我慢しなさいよ、若いんだから、と言われてしまった。駅まで行って先生はちょっと手を挙げて、それから改札の向こうへ消えてしまった。チェ、俺のこと嫌いなのかな。俺はびしょ濡れでとぼとぼと地下鉄の方へ歩いていった。びしょ濡れなのは服じゃなくて俺の心だったよ。それからずっと電話をする勇気もない。バイバイ先生、俺は今日卒業します。